地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は福岡県糸島市に住む男子中学生が自宅の敷地内で何者かに液体をかけられ焼死させられるというあまりにもむごい事件について見ていきたいと思います。この事件が起きて世間は騒然となりましたが、犯人についての情報はおろか騒動記事まで削除されてしまうという異例の事態が起きました。そこまでしてなかったことにしたい事件なら、犯人が相当やばいということなのか。犯人については様々な憶測がされていました。男子中学生の自殺だったという説、同時期の事件の犯人の犯行だという説などがささやかれていました。また男子中学生の近隣住民からは事件については詳しく話せないと言われたというツイートもあります。地域ぐるみで口止めされていたのでしょうか。近くの人に電話で聞いたら、なんで知っとるとって言われた、いや詳しく話せん言われたなどと言われたそうです。糸島市は数多くの景勝地がある美しい海辺の町で、海水浴や釣りなどの海のレジャーはもちろん、大自然を感じることのできる観光地としても有名な美しい市です。残忍な事件とは無縁に思われるような糸島市で起きたショッキングすぎる犯行。そんな糸島市で液体をかけて男子中学生を生きたまま燃やすというおぞましい事件が起きたと報道されたのです。しかしニュースも削除され、続報どころかなかったことにされようとしている今、糸島市の男子中学生の死の真相や犯人については口止めされているのではないかという疑惑が広まってしまったのも無理はないでしょう。事件の後は報道がされていましたが、この事件に関しての続報が来ないどころか一番初めの報道も削除されているのです。このニュースの裏に隠されたものは一体何なのでしょう。7月16日午後5時15分ごろ、糸島市二条吉井で息子が倒れている。息子は知らない人から液体のようなものをかけられ火をつけられたと話していると買い物から戻った母親から通報がありました。男子中学生は液体のようなものをかけられ火をつけられ搬送先の病院で死亡が確認されたそうです。警察によりますと、倒れていたのはこの家に住む13歳の男子中学生で、搬送先の病院で治療を続けていましたが17日午前2時前に死亡が確認されました。その後ネットニュースやテレビでも報道されました。しかし今回の事件の記事はすでに消されています。削除された後も情報提供元含めメディアから一般市民への情報提供は途絶えたままで、多くの人たちに不安と不信感が広がっているようです。昨日糸島で留守番中、知らない人から何かの液体をかけられて亡くなった中学生の事件、全国ニュースどころか記事が削除されてて怖い。糸島市何らかの液体をかけられ火をつけられ中学生が死亡というニュース、なぜかテレキューだけが報道しヤフーニュースに載っていた後削除されている。何これ怖いやつなどといった声が多く上がっていました。また身内が犯人でなく事故、地元民の声が有力との意見もあります。ネットでは今回の事件報道が消された件に関して事故を匂わせる発言がありました。一部では身内の犯行ではないかとも言われていますが、親族の絡んだ事件であれば記事は削除されるよりも量産されるでしょう。他のメディアでもこぞって取り上げるに違いありません。可燃性の液体が炎上し巻き込まれたような事故であっても削除されることはなく説明記事が上がります。先に挙げた地元の方の声からはそのようには思えませんが、記事が削除され続報もないのは気味の悪い事件となっています。何の説明もなくこれほどショッキングな事件をニュースから削除しなかったことにする、国民が不安になるのも無理はありません。報道側から今後何らかの弁明が出されるのでしょうか。真相は一体どうだったのでしょう。事件を風化させず忘れないことが次の悲劇を生まない力になりますので、多くの人々の生活が脅かされず安心して暮らせる日本になってほしいですね。そしてこの事件の真相が早く明らかになることを願いたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。